俺はもう俺は心配だって大親友が絶好もったいないよこれだあの貴重だよやっぱ小学校から一緒の友達とかこちらの方々ですあーどうぞどうぞ座ってくださいいやもったいないよ本当に森田くんと鈴木くんね、はい、もうずっと小学校中学校高校ともずっと遊んでいろんなとこ出かけるような感じはいもうマンションも一緒でああなるほどねそれでか帰る場所も一緒なんでそうかそうか、はい、もう自然的にね仲間ずっと遊んでましたもう大親友よまさにそれが22歳でもう絶好しようか悩んでるこれは2人ね先に言わせてもらうけどもったいないよ、はい、ねそうですねでもそうなっちゃってる今、はいはい、いや僕もびっくりしてるんですよ、うん、最初はこんなんじゃなかったんですけどあの鈴木くん側は森田くんに対して絶好しようとは思ってはない、はい、いや全然思ってないですね思ってないんだ全然見下してもないしあ、ね、じゃあ森田くんが鈴木くんに思ってるから絶好しようか悩んでるのかはいそれもちょっときっかけがありまして、うん、いつから、うん、ずっとお互い彼女ができてなくて、うん、お互いにちょっと頑張って彼女作ろうとなるほど、うん、いろいろ話し合ったりして、うん、いい関係だったんですけど、うんうん、去年の1月に先にできまして、うん、彼女が、うんまあ、僕は全然嬉しかって祝福したんですけど、うん、そこはちょっとあの上から目線というか、うん、ちょっと先できたよっていう感じで見るように感じましてあ彼女できたってことでちょっと上に立ってきたんだそれは何喋ってることとかで感じるのそうですね喋ってる感じとかでもありますしそのご飯とか行った時も、まあ、カルビ丼、うん、僕頼んで、うん、だからはちょっと上カルビ丼の大盛りとかそれはいいじゃん最近彼女できてから急じゃあそれまでは同じカルビ丼だったのそれまでは同じ彼女できたら急に上カルビ丼にしたのちょっとそんな見られたんかいそれは鈴木くん的には彼女できたから上カルビ丼にしたわけじゃないいやちゃいますよお金あったからやっただけじゃないですか普通にこんなんびっくりするでしょでも森田くん的には彼女できたから上にしたよなって感じがしたその背景があるので鈴木くんどうなんそれは自分で自覚ない別に彼女できてから森田くんに上に立ってるっていういや全然自覚ないですよほんまにいや普通に僕教えてるだけなんですよこうしたら彼女できるよほんまに全然ないですよほんまにないですけどじゃあ逆に森田くんはどうすれば彼女できると思うのいやそれはもうね、うん、なんか、うん、あるね髪型とか変えたりとか服装を変えたりとか靴変えたりとかいやちょっとファッションとか学び直したりとかねそんなんとかファッションでもヒゲ剃ったりとか思いますよいいあの清潔感あってファッションそうですか、ね、今今日の格好とか、まあまあ、今日の格好はどうなのいやこれしかないんですよもうちょい作るよみたいなレパートリー作るよみたいな線なんかちょっと続きはレパートリーあるけどいやまあそこそこですそのおしゃれじゃないですよ僕も、はい、やっぱレパートリーないと彼女ってできないやっぱりまあそりゃそうでしょじゃあいますって若林さん若林さん分かるでしょねえいやほんまにそういうとこがこれは恋愛に関してのやっぱり他のことではそんなに上からじゃない待ち合わせとか待ち合わせしててもその遊ぶ約束とかするじゃないですか、うん、今まではちょっと何時に行くとか言ってたんですけど、うん、最近遅れてもちょっと態度でかいというか、うん、あらちゃいますよこれも結構行くんですよなんかコンビニとか集まるんですよ同じマンション住んでるんで、うん、行こうかってこいつも3分4分遅刻しますから、ね、毎回あ本当一緒なんですよ別に俺そんな、ね、鈴木くんのが待ってることもあるわけそうですよだから申し訳ない気持ちありますよ多分言ってますもん、はい、俺は絶対ごめんなってはい言ってんの森田君言ってるって言ってるよ言ってますなんかでも変わったような気がしますああ、こちょ難しいところだよね森田君的には感じる部分がそうですねあるんだもんな、うん、はい、そうですね二次会でそのカラオケ行こうかってなるじゃないですか、うんうん、その日のためにその自分より歌うまくない人集めるんですよ僕もうまくなくてちょっと最低やん僕らに先歌わしてその後に自分が歌って気持ちよくなって帰るっていや鈴木ちょっとそれはなんか意地悪すぎないか自分だけ気持ちいいみたいな、まあ、確かにちょっと気持ちよくなりますけどそれはやっぱりやってんじゃないですかやってるというか、まあ、それ別に意識はないですけどたまたまいなかったんですよその歌うまいですかねあその中には僕しかいなかったでもそれだと一番先とかに歌ってもいいじゃないみんなでみんなの後一番後歌うのよいやそんなんじゃないですか恥ずかしいじゃないですかやっぱ一番最初歌ってもほんまそこなんですよ僕は恥ずかしいからねそうです恥ずかしいからだから最後に歌ってたまたま気持ちいいもんや
それやん。鈴木はその森田が歌ってる時はどう思ってるの、心の中で。めっちゃ下手やんと思って。歌い方が悪いですね。ここ合わせて。お前悪いやつだなお前。これは悪いなみたいな。こういうとこですよ、ね。いやちょっとなんか徐々に出てきたね。で、そうですね、鈴木的には逆に森田に絶交されたら結構しんどい。いやそれはしんどいですよ。一緒に空をね、うん、女の子とか遊びに行くね、うん、相棒がなんかって困るじゃないですか。お前が頼むんだよ。お前が言うのダメなんだよ。って俺は思ってるんですよ。ほんまにね。そこなんですよ。ほんまに。それを伝わってほしい。お前には。マジで。まあそうだな。でも我々としては絶交してほしくないよ。本当だよこれは。本当で、ね、今後の鈴木さんのスタンスも含めて、うん、今日はですね、森田さんが今後絶交するかしないか決めていただこうということで、こちらの札をご用意して。そうだな、だから一応こういうショーにしようよ。リアルに2人で話し合ったらもうちょっとね。まあこれは一応作ったから、まあ森田君の正直な気持ちだよな。で鈴木としてはその上から見てる意識はない。いやほんまそうですね、うん、で絶交はしてほしくないという、はい、はい、してほしくないです、うんうん、じゃあもう最後のチャンスよ、あの、まあ、鈴木ね、はい、森田くんに気持ちちょっと伝えよう。うん、まあ、あのこれまでいろいろあったけど、俺はお前のことをすごく思ってて、カラオケとかそういうの全部流してほしい、水に。俺は思ってない。いや思ってない、それは。そうだから、そういうなんかアドバイスやから、うん、俺がやってるのな。だから頼むな。さあ、はい、鈴木さんの気持ちは今伝えました。森田くん、鈴木くんと絶交するかしないか、うん、札の方お願いします。絶交するでございます。残念。英語大切にせえよ、お前。英語一緒に絶交の英語大切にせえ。残念。大切にしてくれ。残念だな。申し訳ない。今日そのまま別々にもう帰ろう。契約なりますな。帰るときに。だからこっからまたこのね、なんとか復活させるのは鈴木の頑張り次第じゃない？そうそうそう。復活はだってある。全然あります。ね、今のところはもう完全なる絶好だけども。ほんまに。だから今後は分かんない。今後は。鈴木、ここまでは絶好の札出ちゃった。これから先自分はどういう風に森田君に接するかちょっと直接ちょうだい。いや、ちょっと受けてな。これを受けて。改めよ。これから先でどうするか。いや、これからマジで、うん、あのカラオケも先に歌います。僕が先に歌いますし、遅れても謝ります。僕が遅れたからそんなもんね、あの女の子紹介します。で上からのなんかさアドバイスかしませんもん、うん、だからお願いします。お待ちのままでお願いします。さあ、ということで鈴木さんの思いは伝わりました。それを受けて森田君、この先絶好するかしないか、うん、札の方お願いします。残念、絶好しません。チャレンジ失敗。英語大切にせえよお前。英語大切にせえよ。